プリンツ・アイテル・フリードリヒプリンツ・アイテル・フリードリヒは北ドイツロイドの客船。第一次世界大戦中仮想巡洋艦として活動した後、アメリカで抑留され、アメリカ参戦後は接収されて、兵員輸送船でカルブとなった。名称は、アイテル・フリードリヒ本プロイ戦にちなむ。プリンツ・アイテル・フリードリヒは、シュテッティンの AG フルカンで建造された。 1904年6月8日浸水。第一次世界大戦が始まる前の10年間、極東の北ドイツロイドの航路に就航していた。1914年8月、上海にいたプリンツ・アイテル・フリードリヒは、旧式砲艦ルクス及びティーガーの方を搭載して、仮想巡洋艦への改装を行うためチンタへ向かう、よう命じられた。プリンツ・アイテル・フリードリヒには、 船の全部と後部に10.5センチメートル方が2門ずつ搭載されたほか、8.8センチメートル方が6門、設置された。乗員は、ルックス、ティーガー及びカワヨ艦ファーターラント、オッターから集められた。8月6日、プリンツ・アイテル・フリードリヒは、巡洋艦、エムデン及びハンブルク・アメリカラインの貨物船、マルコ・マニアと共に、チンタを出港。 8月12日にパガン島で出兵艦隊と合流した。それらとマーシャル諸島まで同行した後プリンツアイテル、フリードリヒはオーストラリア、ニュージーランド沖で通称破壊戦を試みたが成果はなく、10月27日にファンフェルナンデス諸島で再び出兵艦隊と合流した。出兵は情報収集などを目的にプリンツアイテル、フリードリヒをバルパライソへ派遣。 10月31日、帰船、コリッサを追跡するが、地理業界内へ逃げ込まれてしまった。バルパライソには11月1日に到着したが、イギリス軍艦が存在したためすぐに出港。コロネル沖海戦後にバルパライソに戻り、それから11月8日に、ファン・フェルナンデス諸島で、出兵艦隊と合流した。プリンツ・アイテル・フリードリヒは、ホーン・ミサキを回って、大西洋へ向かう。 出兵艦隊とは別れ、偽の通信を発して、出兵艦隊がまだ、チリ沖にいるように装った。その後、プリンツ・アイテル・フリードリヒは通商破壊戦を再開した。12月5日に、帰戦、チャーカスを、12月12日に、ホブネ・キルダルトンを沈め、12月11日に石炭を積んだホブネ・ジーンを打破。12月23日、イースター島に到着。 寺院から石炭を、イノシター後寺院を沈めた。イースター島を離れると、艦長、セリックンスは、ホーン岬を回って本国に戻ることを決めた。大西洋に入ってからは1915年1月26日に、小ネ・イザベル・ブラウン。1月27日に、小ネ・ピエール・ロティとウィリアム・ピー・フライ。1月29日に、小ネ・ヤコブセン。2月12日に、小ネ・インバーコ。 2月18日に、帰船メアリー・アダショーと、2月19日に、帰船フローリード、2月20日に、帰船、ウィラービーを沈めた。それらのうち、ウィリアム・ピー・フライは、アメリカ船籍であった。小麦を積んで、アイルランドのクイーンズタウンへ向かっており、積みは、イギリスの戦争行為を助ける者として破棄可能と、されたが、船外への投機作業に手間取り、 最終的にプリンツ・アイテル・フリードリヒは、ウィリアム・ P ・フライを砲撃で沈めた。この件でドイツは賠償金を支払った。物資が欠乏してきたプリンツ・アイテル・フリードリヒは1915年3月11日に、ニューポート・ニューズに入港し、同地で抑留された。1917年4月に、アメリカが参戦すると、プリンツ・アイテル・フリードリヒは、アメリカ海軍により接収され、 兵員輸送船とされて1917年4月7日にデカルブとして収益した。1918年に第一次世界大戦が終結すると退役してマウントクレイと解消し、再び客船としてユナイテッドアメリカラインズの所属となり大西洋横断航路で運用された。そして1925年に引退、1934年に解体された。ありがとうございます。